京都府立南洋高等学校、附属中学校は、京都府木津川市角都第六丁目に所在する公立の高等学校、中学校。府立高校の中でも比較的新しい学校だが、山城通学圏の中では最も進学実績の良い進学校と位置づけられる。普通科に加えて、専門学科のサイエンスリサーチ科を設置している。奈良県にほど近い。 京都府最南端の高等学校である。この地域は関西文化学術研究都市に位置し、研究施設が多く見られる。また木津川市立木津雷に中学校が隣にある。公式マスコットキャラクターである熊南は生徒が考案し、作り出された。花が交渉になっていることが特徴である。平成。 相良ニュータウンの京都府域が1986年春に町開きしたのに伴い開校した48番目の府立高校である。1966年に作成された相良ニュータウンの基本計画では線路沿いに高校の用地が描かれていることからニュータウン内に高校を設置する計画は初期の構想段階からあったとされる。 佐良ニュータウンの計画人口は3万人だったが、学研都市に関連した宅地開発は成果、西木津地区や木津地区などでも計画されていて、木津町、聖火町で人口の増加が見込まれた。また地元からも佐良郡に2校目の府立高校の建設を求める声が高まっていた。京都府から正式に高校の建設計画が発表されたのは1984年9月のことで、 翌年の1985年に着工。開校までに約18億円をかけて、武道場と体育振興施設を除くほとんどの施設が建設された。開校時はニュータウンの入居が始まったばかりの状態で、学校の周囲には荒野が広がっていた。開校前の3月末に訪れた教員によると、水が開通していない状態でトイレも使用できなかったという。 南洋高校は1985年に始まった新高校入試制度にのっとり、開校当初から普通科第一類と第二類を設置した。新制度は、確一的な小学区制を廃止して一類の5%、二類の30%で通学圏内の学校選択を認めるというものであり、学力伸長コースの二類は進学指導にも力を入れることを目指した。中でも、 国際性を重視した英語系は、不立高校発のコース設定という他校にはない、特色も手伝い、1期生は山城地域の23中学校から生徒が集まったとされる。南洋高校では、他にも不立高校で先駆けとなるような取り組みを積極的に行い、生徒数や通類の希望枠が増加したことも、相まって4期生が卒業する頃には、 国公立大学の現役合格者数が70人前後に達するようになった。南陽高校の歴史の中で大きな転機となったのは2004年度入試から実施された通学圏の再編による拡大と学校単位で出願する単独選抜への完全移行である。制度変更後は新たに宇治市と熊山城が南陽高校の通学区域に加わっただけでなく、 愛類の総合選抜が廃止されて、通学圏全体から愛類、通類を一括して募集できるようになった。この結果、新制度1期生の出身中学校は、前年度の24校から32校に増加、同時に入学者の成績上位層が厚くなった。進路面でも制度変更を境にして、 国公立大学の現役合格者数が80人前後から120人前後へと増加し、一類の3割ほどを占めていた就職や短期大学、専門学校への進学もほとんど見られなくなった。また2006年には、府立、高校3校とともに、府内全域から受験可能な普通科タイプの理数系、専門学科、サイエンスリサーチ科を設置。 理科三科目入試に対応するなど、進学指導を強化する狙いがあるだけでなく、海外研修や大学、学研都市の研究機関と連携した探究活動をカリキュラムに組み込むことで、大学進学後も見据えた教育内容となった。2011年には、山城通学圏で行われた累計制度の廃止を受け、それまでの普通科一類を、南洋スタンダード、同二類を、 内容アドバンスに変更。2014年には単独選抜導入50年間で学力差が縮小したことやクラス内での切磋琢磨を促して学力の底上げを図る狙いから普通科の学力別クラス編成が廃止された。2015年には京都市北区に京都府立生命高等学校が開校し、それまで南陽高校が30年近くにわたって保持していた。 最も新しい府立高校の座を明け渡した。2016年9月の京都府議会で南洋高校に中高一貫教育を導入する構想が示された。この構想には京都府が2004年から中高一貫教育校の設置を積極的に進めていることが背景にあり、山城通学圏にも拡大するにあたって交通の便や進学実績、 専門学科を設置していることなどから南洋高校が対象校に選ばれた。府立高校で4校目、西京、園部、福知山に続いて5校目の付属中学校として2018年4月に開校した。毎年約8割の高校生が何らかの部活動に加入している。男子ソフトボール部となぎなた部はインターハイの常連である。施設設備学校名は 京都南タ難ンにあることや、学研都市が発展するように、高校、生徒も太陽に向かって伸びてほしいという願いが込められている。効果は、英語科の女性教諭が作詞、芸術科の男性教諭が作曲したもので、1、2番に英語の歌詞が登場する。1986から2005年度入学生は、紺色のブレザーに、エビ茶色のネクタイ。 ネズミ色のスラックススカートが特徴だった。高校の制服をベースに一部を中学生向けにアレンジしたものとなっている。2019年度の在校生の出身中学校を主な市町村別に分類すると以下の通りである。中学校別では、木津第二中学校と聖火西中学校が1学年に40人程度と最多で、 次に多いのが、キズ南中学校と大隅中学校の1学年30人程度を、さらにその次が、田辺中学校の1学年20人程度である。毎年国公立大学に、現役で120人前後合格している。2019年度入試での、主な国公立大学合格先は、滋賀県立大学と京都教育大学と京都府立大学。 私立大学の主な合格先は近畿大学と龍谷大学と立命館大学であった。センター試験の受験率は98.7%、1年生の平均自宅学習時間は2時間台、日というデータもある。詳細はお参照。ありがとうございます。